ジャック・キャシディはアメリカ合衆国の俳優。主にアメリカの舞台とテレビドラマで活躍した。ニューヨーク州リッチモンドヒルでアイルランド系の父とドイツ系の母の間に生まれる。ブロードウェイでのミュージカルを皮切りに数多くのテレビ番組や映画に出演。それからはテレビドラマにひっきりなしにゲスト出演し、ケージコロンボシリーズでは3度も犯人役を務めたが、 その三度目の出演となる魔術師の幻想が放映された1976年に寝た箱が原因の自宅マンションの火災により49歳で死去した。遺体は損傷が激しく歯型と指輪から本人と確認された。結婚は2回経験しており、最初の妻との間に息子のデイビッド・キャシディを授かったが後に離婚。2回目の結婚では、 歌手で女優のシャーリー・ジョーンズとの間に3人の子供を授かるも再び離婚。3人の子供のうち、ショーンとパトリックの2人は俳優となった。最初の妻との間の息子デイビッドも10代で、パートリッジファミリーへの出演等により、トップアイドルに、ショーンもその人気にあやかるように、アイドル歌手としても活躍、その娘のケイティも女優である。後年に、息子デイビッドが書いた、 自助伝によるとキャシディは強度のアルコール使用障害で、1974年には精神病院に一時的であるが入ったことがあり、その時に彼は双極性障害と診断されたという。余談ではあるが、そのデイビッド本人も2010年に主教尾運転で起訴され、2013年と2014年にも主教尾運転で逮捕されている。ありがとうございます。